どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。栄冠9実況プレイやっていきたいと思います。さあ、どんどん先へ進めていきましょう。とりあえずまずは素振りで、なんかこの体力回復のところでね、こう休むっていう選択肢があればもうちょっとこう回復ができるんですけど、まあまあいいや。はい、ゆっくり休んでいこう。疲れが取れたと。どうで、5で一気に行きますか。赤がちょっと怖いので。試験か。まあ別に大丈夫か。大丈夫だよね。俺そんな頭悪いやついたかな、うちのなんかところに。いないと思いたいが、どうでしょう。能力も結構上がってきたと思うんですけどね。初戦も勝ちましたからね、試合。大事ですよ。父の日。そうだね。さ、おっと、スケジュール見直していいじゃん。ん？何？信頼度。あー、なるほどね。ベンチ入りちゃんと使ってきますよ。どうしようかな。いいや、一回じゃあ使って、試験。よいしょ。2ぐらい使っちゃって、えい。フォームチェック。まあ、最初はそんなもんだ。合宿を行うよ。どんどんやっていきたいと思います。はい。はい、お疲れ様。さあ、どうだ結果は。松島、三笠、千歳。うわあ、三人は頭いいやついたか。まあ、最初はそうだよね。いずれなんか良くなるんだよね、多分。そう思いたいですよ。よし。あ、ヤクモ。おい。お、いいじゃん。家族が応援に駆けつけるってのもなかなかすごいね。ちょっと恥ずかしくないかい？なんかそんな風に思っちゃうのは僕だけでしょうか。お、もう公式戦近づいてきた。なるほど。もうそっか。予選ですもんね。お、外野の守備範囲広くなった。いいじゃん。数人の疲れ。よし。まあ、それはいいとして。多分、公式戦直前にまたちょっと練習指示してって感じですかね。どうしようかな。じゃあ、こう、ピッチャー、投げ込みでもしておこうかな。柏、いいじゃん。17歳。1回戦は、何これ？証言かな？わかんないけど。学院高校。はい。いい。なるほど。前評判で言ったら同じぐらいか、大体。オーダー設定。はい、後で。もちろん、今やっとこうかな。じゃあ、これ、はい。カツラと。やっていきましょうかね。まあまあ、これからか。おい、お、真面目でさ、いいじゃん。練習効率下がって。で、一気に飛ばしていく。赤は踏みたくないんで、ちょっと見ていきましょう。起用設定。基本変わらないんだよな、前回の、試合と。1番、ヤクモ。2番、ミカサ。3番、カエデ。カエ、まあそうだな。で、4番、カツラ。5番、シナノマル。6番、梅。7番、千歳。あ、違う。いいんだよね。千歳で。まあ、バッティング、35、33。まあ、そんなもんで。で、8番、柏か。で、9番に1年生、比叡と。まあ、転生プロだしね。ここは頑張ってやってもらおうかなっていう感じです。うん、これで OK。じゃあ、頑張っていこうか。じゃあ、はい、指立て伏せ。さあ、その前に7月でございます。ジュライ。見ていきましょうか。早速ね、練習どん。なんとかなるよ、きっと。さあ、行きましょうか。試合。明日の試合頑張ろうぜ。テンション上がって。スタミナ2上がったか。結構上がりましたね。さあ、早速試合やっていこうか。てか、結構成長がいいな。おー。殺人疲れ溜まった。まあまあいいさ。まず、じゃあ、公式戦初戦ですね。行きましょうか。世間の評判上げたいな、できるなら。はい、カエデ、ヒエ、ミカサ。どうしようかな。やっぱ1年生だな。正直なところを言うとね。ということで、じゃあ、比叡で行きます。オーダー変更はまあないですね。相手は、でも4番の二見がなんかちょっと能力、調子悪そうっていうのがいいかもしれないですね。行きましょう。てか、二見が2人いたな、今。なんか、二見が2人ってなんか言いづらいですけど。まあ、試合的に頑張って勝ってもらいたいな。頼むぞー。大日本海洋。理想的なね、やっぱここで、雨っぽくはないか。でもちょっといつ雨降ったっておかしくない感じですよね、この天候は。不安な気がするけど、まあ、じゃあ頑張ってくれよ。頑張れ、大日本海洋隊。これ、証言になってんのかな。でもちょっとなんか総合力で言ったら向こうの方が上な気がする。なんとなくだけど。行きましょう。おー、マジか、いきなり !2点取られて、でもこっちは1点取り返してって感じで。行きましょうか。じゃ、とりあえず、どうしよう。ミート積極でいいかな。で、ヒットエンドラン。おし！ダメか！戻れー！ってか、ツアーズあったか。
ジャストミートしすぎたな。おっしゃ、逆転した。いいね、いいぞいいぞ、そういうのが大事。さあ行きましょう。打率全然打ってねえな。強心積極のヒットエンドラン、よーし、オッケー。だー、いいとこ行ったんだが。さあ、その、ああ、追いつかれた。いい試合してんな、7回表。ヒエ、ここは頑張ってもらいたいな。強心積極。引っ張り。頑張れ。ヒエ、見したれ、お前の実力を。ああ、追い込まれたか。ああ、でもこれは、おっとおっと、この弾道は、行くんじゃないか、行くんじゃないか、来たー弾道たかし、その日へ、打つは36三地方合ってる日へって何センチなんだっけ。まあいいや。はい、というわけで打ちました。4対3。さあ、ツアートランナー1塁。さあ、頼むよ、楓。お、絶好調じゃん、今日。威圧してこうか。威圧、4-3。はい、強心積極、エンドラン。よし、抜ける。よーし、いいぞ。4打数4安打。大活躍じゃないですか。いやー、まさか比叡にホームランが出る。来た、4番。強心臓。男なら黙って、さらにちょっと勝負しか、今回ヒットエンドラン多めに行きますよ。ヒットエンドラン。よし、抜けた。ダーファースト、ナイス守備。かーいや、これは相手にあっぱれだわ。うん、まあまあ、あと裏。あー、追いつかれた。ピンチ来た。どうしよう、ピッチャー変える。日清2年、あ、勝ってんだな、もう2年生に。じゃあ、変化球中心、長打警戒の。低めに合わせて。低めに投げよう。ツーアウトだから。焦んなくていい。できればストライクを入れてくれ。頑張れ。ダーや、取れ取れ取れ。うわー、マジか。うわー、今入ったか。今、フェンスにちょっと微妙に当たったような気がしたんだけど。マジか。きついな、初戦。ちょっと待って。まだ3点。3点か、重いな。よし、1点返したらいいぞ。ノーアウトランナー1塁。生かしたいな。7番、松島。代打するか。いや、ピッチャーいねえな。ファイトでこのまま行こう。調子上げて。強心積極、引っ張り、引っ張ってけ。どんどん。今村いいピッチャーだけど、最速157キロとか早いけど。よし、いいぞ、フェア、フェア、切れたか。いい、いいぞ、そういうバッティング大事。そういう、ダーメか。まあ、はい、柏行こう。強心臓発動。チャンスに強くなって。チャンスってわけでもないけど。ミート、いや、強心で行こう。強心思いっきりで、引っ張り。引っ張る感じで行ってくれ。頑張れ、打率いいから、柏今日。8割3分3厘いけ、頑張れ、柏。よーし、抜けろ、抜けろ、頭越えろ、よし、それだ、柏、それだよ。止まれ、止まれ、ストップ、ストップ、焦るな。よーし、ワンアウト、ランナー。2、3塁、来たよ。いいぞ。で、今日ホームラン一発打ってる、比叡、来たよ。はい、ここでファイト。調子さらに上げていこう。強心積極のスクイズはしない、流し打ちでいきます。ここでワンアウトはもったいない。チャンスいきます。ガンガン使っていくよ。頑張れ、ヒエ。頑張れ。見せろ。お前の、だー、いや、意外とファースト頭超えない。ダメかー。マジか。ヤクモ、1番。さあ、ここで一気に、超ファイト。調子絶好調にして、もう、お前にかける。引っ張り。このチャンス逃したら、よし、いけ、入れ、入れ。うわー、あとちょっと。頑張れ、ヤクモ。お前の、一撃で逆転だ。頑張れ。ヤクモ、ヤクモー、ダーファール、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 よし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 、まだまだ夏は終わらない、まだまだ夏は終わらない。1点差来たぞ。熱血発動、ここが勝負。強心積極の、流し打ち、よだー。あーっと、いいバッティングするな。あ、ここチャンスかもしれない。ある意味いけ、よしよし、落ちろ落ちろ。あー、くそー、あと1点が届かないかー。ピッチャー疲れてるから、いや、まだチャンスはある。ピンチ、ここ守ろう、ここ守ろう。伝令使って、ここしっかりゲッツー取れたらラッキーで、伝令使います。ね、ものすごく盛り上げていきます。そうそうそう、しっかり盛り上げて。ここ大丈夫だからね、しっかり抑えましょうよ。いきます。ゲッツーシフト、ゲッツー取れたら最高だから、外角中心に。内角は危険な気がする。頑張れ、松島、見してやれ、お前のピッチング。おーし、おー、いい牽制するね。いいよいいよ。ストライク入れて、低め低め、高め危ない。ダーン！あ、オッケー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 。よし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 、危ない危ない。怖いよ怖いよ。さあ行きましょう、今村。1点差だからまだ可能性あるんで、さあ、緩急重視で行ってくれ。あっと、あ、これはどうだ？ちょっとタイム。変化球中心、引っ張り警戒の緩急重視。マシマ頑張れ！頑張れ1年生！よーし！いいよ、こせた！いいぞ！さあ、あとは任せろ！あと1点差！
すごいいい試合してる。さあ行きましょう。こっちはクリーンナップ。ピッチャー交代3年生石田。はあ、なるほど。ちょっと見てみましょうか。相手 の相手ピッチャーの能力。タイム。戦力分析。ではなかった。サウンドじゃねえや。スコアか。スコアで。投手データ。なかなかいいピッチャーなわけだ。うん、今村すげえ、162キロ出てたんだ。そりゃ、でもこれ、変化球ちょっと気をつけなきゃだな。プレイ。じゃあ一応ミート積極でいこう。ミート積極の引っ張り。いけ！楓今日絶好調だから、お前。4安打4、4打数4安打の。好成績を残した今村。今村じゃねえ、楓。よし！抜けろ！よーし！ 5 打数5安打、大活躍。大暴れでございます。いいよいいよ。あと1点大事だから、これ4番。いや、4番はね、これ正直なところ、勝負に出た方がいいと思うんだよな。強心積極引っ張り。にしてやれ、4番の威力、力を。カツラ、頑張れ。カツラ、追い込まれても、負けるな。いけ！おー、危ね。いけ！カツラ！よし！よし！よし！弾道はいい！よっしゃー！カツラ！カツラでございます！これがカツラ！やってくれました！嬉しい！いや、これは気持ちがいい！さすが4番だよ。これが4番たるゆえん、4番の証ですよ。さあ、さらに攻撃続けて、ノーアウトランナー1塁、梅。行くよ、ここ。ファイト！ガンガン使っていきましょう。強心積極の、どうしようかな。いや、ここはね、一応ミート慎重にね、送りバントしたいと思います。もう一点、バカーバント練習もうちょっとしときゃよかったぜ。松島どうしようかな。一応ちょっとタイムで代打できる？ピッチャーいる？あ、千代田がいるな。どうしようかな。タイピンチ持ってるし、じゃあちょっと代打行きましょうか。FF の。誰で行こうかな。じゃあ、代打丸とか持ってるやつ。特にいそうにない。不走で行くか、じゃあ。じゃあ、不走で行こう。とりあえず、代打。頑張れ。さあ、不走という、ちょっと、アナウンスがなかったんで、不安にしました。くせ者発動。粘り打ち、あ、いいね。月崩しいいじゃん。で、強心積極の、行ってみるか、ヒットエンドラン。だー、打ち上げちゃダメだけど、これいいんじゃない？弾道いいんじゃない？よーし！いいぞ、不走。それだよ。はい、ワンナウトランナー、一、三塁。来ました。そして、柏。柏も今日いいね、調子。ミート、で、どうしようかな。とりあえず、迷うな、これ。多分、盗塁は無理だから、待つか？いや、ここは、引っ張っていけ、どんどん。ミート対応積極の引っ張りでいこう。頑張れ、柏。よし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 ！間に合え！来たー！もう一点！ 9-7 でございます。いいぞ、いいぞ。これが大日本海洋の底力よ。頑張れ、柏！さらにもう一点欲しい！ダーメか！ツアートランナー1、2塁。さあ行きましょう。そして、あ、来た、ヒエ。思いっきりちょ、もう一本かましてほしいな。はい、頑張れ！頑張れ、ヒエ！ホームラン。爆発力は正直言って一番だぜ。よし！弾道は高いが、この飛距離はないと！残念と！いやー、まあ、でもいいよいいよいいよ。よし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 ！大逆転！あと2点！これ抑えよう。ピッチャー交代だな、もちろん。ピッチャー最後、千代田でいきます。オッケー。で、野手は正直変えらんない、この状況。さあ、頼むよ、千代田。抑えてくれよ、ここは。しっかり。行くよ、メガネバッテリー。で、4番からか。あ、でも大丈夫大丈夫。さあ、伝令使っていきましょう。まずは、盛り上げておこうかな。はい。盛り上げていこう。そうそう、しっかり盛り上げて。守備力補給アップの、さらに、調子上げていこう。ちょっと、千代田は前回ね、荒れちゃった経験があるから。はい、防御率 27.0 の状態で、しかもラッキーボーイは第1打席、1打席のみか。じゃあいいや。変化球引っ張り警戒の、打たせて取るでいこう。せっかく使ったんだ。伝令、頑張れ！千代田、見せてくれよ！頑張れ！おー、一球ボール、危ねえ、いいよ、見せてる。よーし、入った！いいよ、いいよ。つつ、よし、セカンドボール！ゆっくり取って、おっつけ！アウトー！よし！いいぞ、いいぞ。さあ、そして、お次だ。どうしようかな。低めに集めよう、低めに。危険すぎる、これは。どうしようかな。一応ね、1年生だったから俺、お任せでいいや。うん、1年生だから、同じ1年生勝負だ。頑張ってやれや。いいよいいよ、どんどん防御率上げて、あぶねえ。あ、怖い怖い。頑張れ頑張れ。よし、セカンドゴロ、もう一個、いいよ。よし。さあ、そして次だ。あ、ここ怖いな、こいつ。ここでラッキーボーイ使っちゃいましょう。ラッキーボーイ発動の、変化球中心で、一応引っ張り警戒にしておきましょう。
で、はい、緩急重視でいこう。さあ、今日ちょっと、調子の良さそうなシガーを抑えて、おっと、サードゴロ、さあ、ゆっくり、ワンバウンドでいいよ。よっしゃー、公式戦初勝利。いいですね、大日本海洋9対7、まさかの逆転勝利。いやー、いいホームランが飛び出た今回は。気持ちがいいね。よーし。うわ、すげー泣いてる。いやー、そうだよな、これ。はい、勝ちました。ありがとうございます。いや、嬉しい。これは嬉しい。勝てたっていうのはね。またぜひ、やろうじゃないか。うぇーい。いや、決まりましたね、最後、カツラツーラン。カツラ今日2本打ってんだよ。すげーな。いや、なんというランダさんでしたか。ほんと、9対7と。はい、初戦突破。おー、いいじゃん。結構成長して。みんな経験値。なんだかそれなりに。得られてよかったですね。はい。評判があった。いいじゃん。おー。なかなかいいペースでやってるね。あ、千歳が、あ、超ノリノリ。いいじゃん。この流れで行きたいな。よし。じゃあ次の試合。次の試合どこだろう？ちょっと見ていきましょうか。でも意外と、ビゼ、文豪西高校かな？これ。読み方間違えたらごめんなさい。前評判いいってことは多分今回と同じ感じなんだろうな。というわけで、じゃあ早速ね、次回の試合お会いしましょう。お楽しみに。じゃあね。すべて